メンクロのルックブックに来てくれてありがとう。最後まで寝落ち配信楽しんでてね。スプーンによく言いそうな人たちのモノマネしてみました。メンクロの深夜です。今日もねルックブックやっていきましょう。今日なんですけれども、ユニクロ GU とかねプチプラのアイテムで作る秋コーデのルックブックをね今日はお送りしていきます。トレンドアイテムや定番アイテムいろいろ出てくるんで、皆さん最後までぜひ見てくださいね。それでは早速行ってみよう。まずは1コーデ目から参りましょう。使うのは GU のデニムバルーンパンツ。トレンドをしっかり抑えつつもシルエットが最高。シャツはねこちらユニクロのリネンシャツを使っています。サイズは M サイズ、カラーはカーキかな。その上にユーティリティジャケット、今年のねユニクロ U の目玉商品を使ってコーデをね渋く完成させていこうと思います。足元に履くのはユッキーだからニューバランス。そしたら1コーデ目が完成しました。ジャケットとパンツをネイビーで統一して差し色、インナーにはカーキを使うという秋色真っ盛りな、そんなコーデに仕上げました。ジャケットのねディティールがものすごくいいんで、皆さんぜひ見てください。この長すぎない着丈、そしてこのディティール、ポケットの数々、携帯、財布、筆入れに傘、ストカンにコンドームなど、もうカバンなんかいらないね。機能性とデザイン性マジで兼ね備えてます。そんなコーデがこちらでした。続いてのコーデに行きましょう。続いてユッキーがパンツに選ぶのはこれいつぞやの SS のジョガーパンツですね。上にはロンティー、白のロンティーをかましたら、その上には今季2022年 AW のトラックジャケット。これね俺がめちゃめちゃおすすめなんで、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。足元にはニューバランスの 2002R をかませて、そして頭にハット、これねジェットキャップですね、をかませたら、はい完成。シンプル大人アウトドアスタイルみたいなコーデが完成しました。何ちょっとおじさん臭いって、そんな野暮なことは言いなさんな。おじさん臭い、ちょっとお時間のあるコーデっていうのはね、今年のユッキーのやりたいコーデでもあるんで、皆さんぜひお付き合いください。こんな風にねトラックジャケット締めてみてもすごくお時間増していいですし、ちょっと首がきちいなって人は少しジップを下ろしてみてもいいし、頭だねこうやって開けて着るのもめちゃめちゃ楽しいんで、皆さんねぜひいろんな着方で楽しんでみてください。次のコーデに行ってみよう。次は、はい、GU のシェフパンツですね。こちらもシルエット最高、さすが GU さん、いつもお世話になってます。そして上にはねまたまた GU、 こちらはねヘビーウェイトスウェットプルオーバーみたいな大人気パーカーですけれども、そちらをかましたら上にはバケハ、足にはスニーカー、ニューバランスを履いたら完成です。ちょっとシンプルすぎるなと思った人はユニクロ U の今年のねこのショルダーバッグ大人気だったやつをかませれば、あら不思議、お出かけコーデに早変わり。ネイビーとカーキっていうね組み合わせも実に秋らしいんで、皆さん色の組み合わせだけでも参考にしてみてください。この歩き方もねできればシティボーイコーデにね近づくんで、ぜひ皆さん参考にしてみてください。なんのこっちゃ。さあ続いてのコーデに行きましょう。続いて使うパンツは GU のこちらバルーンパンツですね。非常にカラーが秋らしい。そして上にはユニクロのシャツ、 T シャツをねインナーに着ていますね。さあそしてその上からユーティリティ、やっぱり君はユーティリティ使いやすい。しっかり3色で合わせてるんで、足元はね中間色、邪魔にならないニューバランスのスニーカーを履いています。グレーってね結構使いやすい。シンプルなアイテムでまとめてるのにもどこかこなれて見えるのは、それはすなわちカラーリングのおかげですね。色の組み合わせが実に秋らしい。半袖のシャツをねインナーに使ってますけれども、こちらねあの長袖バージョンもあるんで、寒くなった時はそちらをね挟んでも全然大丈夫です。そしたら次のコーデにいてみようか。すいません取り乱しました。はい、続いてはジョガーパンツに白のロンティー、そして上から GU のねこちら今年から出ましたダブルブレストジャケットをアウターに着ていきます。さっきのユーティリティジャケットでもいいんですけれども、こちらダブルのジャケットにするとグッと大人びたコーデになりませんか。皆さん見えるでしょう。カジュアルなコーデを好きでいろんなアイテム持ってるっていう人はね、もう今年はぜひダブルのジャケット、特にネイビーが一番合わせやすいかな、合わせてあげるとグッと大人びた今までとは違ったコーデができるんでおすすめです。 GU のこのジャケットもものすごい、もう GU に見えないからね。あとはね上からジャケットじゃないジェットキャップをねかぶってあげるとよりこなれたシティボーイコーデの出来上がりです。シュッシュッシュッってねもう動けるんで、
これユッキにやれって言われたんよ。俺じゃないからね。さあ参考にしてみてください。続いてのコーデに行きましょう。続いてはどんなアイテムでまとめていくんでしょうか。はい、出ました、今年のユニクロ U のトラックパンツですね。ユッキの激推しアイテムでもあります。そしてまたね、闘牛士牛をひらりとかわせそうな T シャツはユニクロ、こちらもねすごいいいアイテムですよね。足元にはもう口が腐るほど何回言ったでしょう、輸入バランスのスニーカー、こちらは992かな。そしてまた出てきました、ダブルブレストジャケット GU のやつですね。タックインして、あ、タックインってよくなかったみたい。はい、そして完成しました。今年はねダブルジャケットにトラックパンツとかスウェットパンツを合わせるコーデがね絶対にバチコリハマるんで、皆さんぜひ試してみてください。まあ、グレーのスウェットパンツが特にちょっと抵抗あるなと思う人は、最初はネイビーのジャケットにネイビーのトラックパンツとかスウェットパンツを合わせてあげるとやりやすいかなって思います。これ全部 GU ユニクロでできてんの信じらんない。あ、ニューバランスもあったわ。みんなの参考になったであろう、そう祈りたい GU ユニクロルックブックも最後のコーデになりました。最後はねユッキーが即興でコーデを作っていくんで、皆さんぜひ最後までご覧ください。まずはねユニクロ U のトラックジャケットとトラックパンツでビッグボスの新庄のねモノマネしてみましたけれども、ちょっとしっくりこないですね、ヤンキーっぽくなっちゃいました。さあその上から着るのはユーティリティジャケット、ユーティリティの力存分に見せてあげて。はい、着たらこんな感じ、ちょっとねクールめにモノトーンでまとめました。インナーにダークグレーのものを使っているから、まあ黒よりもねちょっとこう現場感が出なくなるっていうね効果がありますね。さあそしたら大本命のダブルブレストジャケット、やっぱりこれが一番しっくりくるかな。ネックレスもねあるとちょっとあれなんでちょっとしまって、でその上からねバケハをかぶりんちょしてあげれば、こちらではい完成しました。一番大人っぽくまとめたモノトーンコーデ、こちらが GU ユニクロだって信じられない。 いろんなね本当にアウターによって印象って変わるよね。ということで今回ね GU ユニクロ秋ルックブックでした。いかがだったでしょう。カジュアルが好きな人は特にこのユーティリティジャケット、ほんでねマスタード色とかのね差し色になるような T シャツはねぜひゲットしておいてくださいね。こちら GU のバルーンパンツもめちゃめちゃ使い勝手がいいんで、まだ持ってない人は絶対買っといてくださいね。はい、秋はね本当にいろんなねアイテム買わなきゃいけないんで、皆さんお財布が厳しいなんていう人もたくさんいると思いますけれども、まあ、こちらね GU ユニクロ僕らの動画参考にしていただいて、ぜひねプチプラアイテムで秋のねワードローブを揃えちゃってください。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。 DJ は深夜でお送りしました。皆さんバイバーイ。